斉藤つとむは、毎日放送の元アナウンサー、テレビプロデューサー、フリーアナウンサー、羽衣国際大学名誉教授、ブラザーナイト初期提唱者、平松国夫の公共制作ラボピープルマイナス100人、委員会呼びかけ人、東京都出身、東京都立千歳高等学校から日本大学芸術学部へ進学、大学卒業後の1966年にアナウンサーとして、 毎日放送へ入社した。同期のアナウンサーには、水谷勝る会がいる。また、アナウンサー時代に、アップダウンクイズの出題役として知られた、佐々木美恵と結婚している。毎日放送への入社2年目の1967年10月には、MBS ラジオで公開収録形式の深夜番組、歌え、MBS ヤングタウンを開始したことを機に、全曜日の司会に抜擢。 その後、ヤングを、おでも司会を務めた。野球のルールを詳しく知らないことを伏せながら、スポーツ実況の希望者に限って、文句をあけていた1965年度の毎日、放送アナウンサー試験に合格したことから、若手時代には、水谷と共にスポーツアナウンサーとしても活動。1968年4月からは、週の後半に、 プロ野球中継の実況を担当した関係で歌え、MBS ヤングタウンへの出演を週の前半に限っていた。この時に週後半の司会を任された桂ツラサとは後にヤングオー、オーなどでたびたび共演している。広範囲の番組を担当したため、スポーツアナウンサーとしての斎藤の活動期間は短かった。テレビ番組ではヤングオー、オー、 以外にも、数々の全国ネット番組で司会を担当。毎日放送のネットチェンジ後に、TBS が、おはよう720、おはよう700を制作していた時期には、毎日放送からの出向扱いで、小堀マサル系などと共に、同番組のキャスターを務め、海外取材では、西アフリカのアンゴラやパキスタン、イスラエル、中米各国など、多数の国々を取材。また、 TBS 系列の音楽番組ザ・ベスト10の最初の中継では MBS から追っかけマンとして出演。その意味で同番組の元祖追っかけマンは TBS の追っかけマンとして知られた松宮和彦でなく斉藤であると言える。しばらく MBS からの中継に追っかけマンとして出演して後に後輩の青木和夫に引き継いだ。アナウンサー時代の後期には アドリブランドなどの企画を発案。また、1984年10月から1991年9月まで、MBS テレビのローカルニュース番組、MBS Now の木土曜日でキャスターを務めた。1991年の人事異動で、アナウンス室を離れてからは、テレビ第二制作部のプロデューサーやテレビ、制作専任局長などを歴任。プロデューサーとして、 アドリブランドなどのテレビ番組を担当したほか、屋敷高人やリンゴモモコの番組をプロデュースした。また、アジア音楽祭のプロデューサーを務め、上海、ベトナム、マレーシア等の音楽会で、谷村真嗣らと共に国際文化親善に注力した。その後一時はアナウンサー室長としてアナウンス室に復帰していた。2002年、金続36年の毎日放送を、 定年退職。退職後は、羽衣国際大学の教授として、メディアコミュニケーションアナウンスなどを研究する一方で、放送、メディア映像学科を開設した。同大学では、産業社会学部長を経て、2008年に副学長へ就任。定年退官後、名誉教授になった2012年4月には、株式会社ウィズを設立するとともに、映像、出版、 広告の制作やイベント、講師派遣などの事業を始めた。なお MBS ラジオでは、大学教授へ転身後の2005年4月から2006年3月まで、深夜番組、ラジオの達人月曜日、ラジオゼミナールのパーソナリティを担当。当時の教え子たちを同番組に出演させていた。また、2012年7月14日放送の、復活、桂三子の歌へ、 MBS ヤングタウンでは久々に公開収録の司会を務めている。ほかほか、ありがとうございます。